ねマジであいつの授業やばいよないや授業やばいっていうか声めっちゃ通んないタイプなのにかたくなにマイク使わないじゃん何なのあいつ前列3列ぐらいしか多分声届いてないよみんな配られたレジュメであ多分ここのこと読んでんだろうなって思ってるだけマジでそう本当にそうこれはガチあ,ーあんた出席番号早いのかそっか前から2列目でしょうね なるほどねやっぱ前にいる人はおもろい授業なんかや,やっぱそうなんだいやすごい生徒人気高いじゃんあの授業なのに後列全く聞こえないのもうだったらだったら自由席にしてくれんかって感じ前で聞きたいわ私もねえいやマジでそれな うんうんこれこれ何個についてきたスポンジ何だと思うこれ逆に <laughs> なんかさ手持ちぶさだから触ってんだよねずーっとう <laughs> な,なんかねああバイトえー、マジかええー、そっか うちのサークルだって出席率めっちゃ低いんだもん。そもそも何サーなわけここって。え、じゃあもう自由に教室使っていいだけのあれなんだ。へぇ。いや、私、まだ帰れない。いや、別になんかあるわけじゃないけど。なんか、なんかあるわけじゃないけど、帰れないの。察しろよ。 あ,あもううるさいうるさいうるさい早く行ってはい行ってらっしゃい頑張ってーおーいふふあんたいなかったらわざわざ待ってるみたいじゃん30分だけ30分したら 帰ろうろはあ,あ30分過ぎちゃった今日来ないか残念うううううああびっくりしたお疲れ。 ちちょっっっと悪かった思ったあそちらも私は今伸びをしてたとこあそうなんだはずあそういつもいる子はね今日いないのそうもう私ああ帰りのバスがさ時間微妙で。 まあ漫画読んでたしいいかと思ってちょっと一人で残ってたみたいな感じうんうんそうなんだじゃあ まあ残って課題やってくここの教室先生来ないしねまあ先生来ないもんか大学っていて邪魔じゃないならいいありがとううん え、何がごめん、聞いてなかった。あ、なんかわかんないけど、スポンジ落ちてて、なんか手持ちぶさとだから触ってんの。漫画ああ、読んでた漫画ね。ああ、今連載してるやつ。アプリで。なんか、あの、ナロー系のコミカライズみたいな。あ、そう,そうそうそう、なんか、あの、なんか、それ系。 ね、生きやにするのに向いてるよねあのさ、うん、声でかかったごめんあのさあの いつもここ来るけどさなんか彼女とかいないのいやなんか嫌かなと思ってこういう女の子と2人みたいなのもああいないんだあえそうなんだうーんうーん な何聞いたって何がうん高橋から何をうんうん あ,あそういう系ねなるほどね高橋のバカうん、まあ、なあもうバレてんなら言っちゃうけどそうねあんたのことが好きで残ってたみたいなところだよねえもうバレちゃったから聞くんだけどさ あんた的にあたしってアリなのなしあありっていうかなにアリっていうかなにやっぱなしとか言わないでよ俺も。 好きうお私ああ、そうなんだあへえそうなんだえ全然気づいてなかったえじゃあじゃあさこの後とか暇？いいじゃんそのレポートだってデータその授業その先生声めっちゃちっちゃくない そうだよね、前3列目しか聞こえないよね <laughs> そんな話はいいんだっ、ね、ていやごめんねその話さっきしててさいつも喋ってることそ,その子が2列目だからいやめっちゃ授業面白いよみたいな話しててあ1列目なんだ全然知らなかったそうなんだいいなでよくて <laughs> そのレポート今すぐじゃないでしょいいじゃんなんかご飯とか食べに行こうよ 付き合うってことでいいんだよね <laughs> いいんだよね <laughs> よしありがとう大好きうん。いきなりかなだってもうお互い好きっていうの知っててさ付き合って彼氏なわけだから今まで言いたくても我慢してたんだよ大好きってでもいっぱいいたいの好きありがとう <laughs> 照れてんのめっちゃ可愛いねそういうので照れる系なんだでもさっきも言ったけどあたし今まで言いたくて言いたくてたまんなかったから全然手加減してあげる気とかはないから大好きこれからよろしくね彼氏くん